MC-130 コンバットタロン MC-130 E コンバットタロン IMC-130 コンバットタロンはアメリカ空軍が運用する C-130 ハーキュリーズをベースに特殊作戦に従事するための階層が施された輸送機特殊作戦機である MC-130 の M はマルチミッションを意味する主る任務に 敵地での特殊部隊の潜入、退去、補給、捜索救難活動の支援、心理作戦がある。MC-132 は用途をことにするいくつかのバリエーションがあり、MC-130E コンバットタロン I、MC-130H コンバットタロン II、MC-130P コンバットシャドウ、MC-130W コンバットスピアの4つが、 知られている。また、2011年以降、最新型の MC-130、J コマンド2の導入が進められており、MC-130 シリーズの老朽機を置き換えている。タロンとは、鍵詰め、シャドウとは、影、スピアーとは、槍のことである。MC-130E は、1960年代の初期に開発され、外れず、 電子戦機器、赤外線暗視装置、地形追随レーダーを装備し、地形追随飛行することで、敵の防空網を突破することができる。また、フルトン回収システムを装備しており、これは、壁地での救助、回収に用いられるもので、機種に V 字型のアームを装備している。このためこの機体の判別は容易である。MC-130E が、 初めて投入されたのは、ベトナム戦争での、ストレーグース作戦で、短期での敵支配空域への潜入を成功させた。その後、パナマ侵攻、湾岸戦争、アメリカ軍のアフガニスタン侵攻、イラク戦争でも投入され、湾岸戦争、アフガニスタン紛争、イラク戦争ではブルマイナス82デイジーカッターの、10日や、ザールなどに用いられた。 MC-130H コンバットタロン2、MC-130H は、イーグルクロー作戦の教訓を生かし、1980年代の初期から開発が開始された。E 型からの変更点は、機体構造の強化や、搭載機器の更新などで、アン、アプック -170 レーダーとアン、オク -17 赤外線広報装置により、悪天候でも、 高度250フィートでの地形追随飛行が可能になるとともに GPS の装備により的確なルート飛行が可能になり目標到達時間が短縮された。また内部機器の更新によって省力化が図られ E 型では最大運用に9名を必要としたのに対し H 型では6名となっている。また H 型にはフルトン回収システムは装備されていない。 MC-130H が初めて投入されたのは1996年のリベリア内乱で現地のアメリカ大使館の2000人の一般市民を避難を援助するための特殊部隊の投入に用いられた。その後何回にもわたって同じような救出作戦に用いられ、特に1997年、コンゴ共和国における救出作戦ではその功績を称えて、 クルーに真っ赤いトロフィーが送られている。MC-130P 外翼に空中給油ポッドを装備している MC-130P は、もともと HC-130H として、敵地での捜索救難支援機として設計されたもので、その後救難ヘリコプターに対する空中給油能力を搭載して、HC-130N、HC-130P となった。 P 型と N 型の相違点は P 型に、フルトン回収システムが装備されていることのみであったが、これは1982年に死亡事故が発生したことにより廃止され、相違がなくなったことに伴い、1996年に、アフサックはこの機体の任務を正確に反映するため、MC-130P と名称を変更した。この結果、 ほとんど他の MC-130 シリーズと任務上は相違がないが主に夜間の進行作戦よりも昼間の救出作戦の支援や物資投下などに用いられることが多いようである低高度での物資投下の安全高度は500フィート以上である2000年には能力改善改修が行われ改良された広報システム通信装置脅威検出対策装置 GPS、共通型スリップウェイト採空中給油装置、外部照明などが装備された。MC-130WMC-130W は2006年にロビンス空軍基地でアフサックにより初めて公表されたシリーズで1987年から1990年製造の C-130H を改造する形で生産された。 他の MC-130 シリーズと同様の作戦が可能なようにカラーディスプレイを搭載したアン、アップン -241 気象、広報レーダーやアン、奥 -17 赤外線広報装置が装備されている。また、新型のマーク32バイトから902、e、空中、給油ポッドの装備により、現在アメリカ軍で調達が進められている。 CV-22 オスプレイへの空中給油能力を獲得している。H 型からのさらなる後部カーゴベイの強化も行われ、より高速での貨物投下が可能である。12機が計画されており、2006年10月現在で1機のみが収益している。MC-130JMC-130J は、 MC-130E や MC-130P の老朽機の置き換えを目的として2011年から配備が進められている最新型。導入当初はコンバットシャドウ2と呼称されていた C-130J をベースとする機体でグラスコクピットカイや A2100D3、e、エンジンの採用、6羽プロペラの採用など、 C-130 シリーズとして、最も先進的な機体構成を有する。ベースとなった C-130J は、後方紙を廃止して2名での操縦を可能にしているが、MC-130J では空いた、後方紙席に戦闘システム管制管石を設けている。また、ウィングレットの装着も研究されている。オーメルバニー、シーン、デンジャラスリーロー。 ザコンバットタロン、スーフライズローフォースペックオプス、ミリタリーコム、2006年12月10日閲覧、MC-130E コンバットタロン I、GLOBALSECURITY.ORG、e、2006年12月10日閲覧、AB、MC-130E、H コンバットタロン I、2。 ユナイテッドステーツエア a フォース2003年6月23日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年8月24日閲覧スキルター、ロー、メリー、コンバットタロン、ツークルーレシーブス魔界トロフィーエアーフォーススペシャルオペレーションズコマンドパブリック、アフェアーズエアーフォースニュースサービス2006年12月10日閲覧 MC-130W コンバットスピア、ユナイテッドステーツエアフォース、2006年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ、2007年8月24日閲覧。ありがとうございます。